勇者シス。私の声が聞こえますか？目を覚ましてくださいませ、勇者様。俺が勇者？まさか、そんな、何も思い出せない。大丈夫ですよ。少しずつ思い出しましょう。まずは、お名前から。そう、あなたの名前は、魔王ギールを倒し、ロビリア国を救った勇者です。さあ次は魔王城であなたがギールを撃ったあの日のことを思い出してください。魔王城ギール、ああそうだ、俺は仲間と一緒に魔王城に乗り込んだんだ。ここまで来たぜ。魔王ギールはこの階段の上だ。奴を倒せば俺たちは英雄だ。英雄？ああそうだな、俺たちの手で必ずこの戦乱にピリオドを打とう。勇者よ、案ずるな。魔王にさらわれた貴様の恋人はきっと無事だ。さあ行こう。勇者よ、お前の愛しい人はまだ生きている。女の命を救いたくば、ここから先は一人で来い。クソ、なんと卑怯な。みんなすまない、俺一人で行かせてくれ。なんだと、お前正気か。いざとなったら差し違えてでも魔王ギールは必ず俺が倒す。だから俺を行かせてくれ。愚かな、一人の女のために何万もの人命を危険にさらすのか。しかし貴様のそんな甘さが私は嫌いにはなれない。勝手にしろ。だがお前がやられた時は俺が魔王を倒して英雄になるぞ。あなたみのアルテバとマーナの神が坊ちゃんを守ってくれますよ。ご分運を。ありがとうみんな。彼女はどこだ？我に勝てたなら返してやろう。さあかかってくるがいい。
思い出せるのはここまでだよ。それでこの後、俺はどうなったんだ？あなたはその言葉通りギールを打ち果たしました。でもその代償に勇者様は命を落とされてしまったのです。ああ、そういうことか。じゃあここは天国かい？いいえ、違いますよ。よく周りをご覧ください。勇者様、首都グランダムの風景は覚えていらっしゃいますね。あなたの勇気に免じて神様が特別に5日間だけ再び命を授けてくださいました。あの日以来、行方不明のままの恋人を探すのも、救った町を巡るのもあなたの自由です。ただし、あなたの体力は刻々と衰えていきます。それだけ注意してください。あ、そうそう、あなたの命が尽きるまではこの地に夜は訪れません。わずかな時間を有効に使えるよう神様がご配慮くださったのです。今は月曜ですから、土曜の同じ時間にお迎えに上がります。では悔いなき5日間を。おい、嘘だろ。ちょっと待ってくれよ天使さん。坊ちゃん、お帰りなさい。ああ、ジーカ、なんだか妙なことになったらしい。そのようですな。で、神様にいただいた5日の余命をどうなさるおつもりで？坊ちゃんのことだ。あの天使が言うように、行方知れずのいい人を探せるでしょうな。ああ、もちろんだと思う。と言いたいところだけど、一度死んだショックかな、彼女のことが思い出せないんだ。世界中の誰より愛していた、それは強烈に覚えている。だがそれ以外はさっぱりだ。なあ、ガキの頃から俺の面倒を見てきた G なら何か覚えてるんじゃないか？すみません坊ちゃん、わしも年のせいかこのところ物忘れが激しくて。でも大丈夫、各地を旅すればきっと思い出せます。もちろんわしもお供しますぞ。このグランダムを離れる前に、王様と王女様に辞去のご挨拶をされてはどうですかな？改めてこの王都グランダムを見ると、他の町の何倍も大きく、生活も豊かだと感じますな。そうだな。わしはこの町にいると、国の東で大勢の人が死んだのが時々嘘に思えるのです。わしも坊ちゃんも確かにあのひどい有様を目にしたし、魔物とも必死で戦った。だけど勝者は誰だったのか、この町の繁栄を見るとわからなくなるのですよ。年寄りの愚痴ですよ、忘れてください。
お主が魔王を討つまでは国中の者が魔王打倒で団結し他人を思いやっておった。それがどうじゃ、今はみんながあれが欲しい、これは嫌だと口を開けば勝手な文句ばかり。まだ魔物はそこら中におる。なのに国中に問題は山積みじゃ。頭が痛いぞよ。お主がフローラと結婚し王になっていれば強い指導力で国を導いてくれたであろうにな。お主がフロ待たれよ勇者、お主に渡したいものがある。魔王ギールを撃ったお主に褒美を取らせよ。代々の王を何度も苦悩から救った究極の宝じゃぞ。人生を悟るために必要な唯一無二の品じゃ。大切にするがよかろう。Thank you.
ここが森人の住むところ、迷いの森ですぞ。この地は風の属性が強いですな。そうだな。魔王が現れる以前は、人間が森の奥に入れぬよう結界が施されておりました。その名残でしょうな。この森の中は地図に書けない不思議な道ばかりですよ。確か以前に来た時は森人の里にたどり着くのに丸二日かかりましたっけね。
動きは。里に着きましたぞ。龍さんに会うのが楽しみですな。そうだな。思えばほとんど人間と交流がなかった森人たちがよく参戦してくれたもんですな。特に龍さんの弓には坊ちゃんもわしも何の命を救われたことか。彼女がいなければわしらは魔王城に近づくことすらできなかったでしょうな。馬が生き返ったとの噂はどうやら本当だったようだな。また思い出話をしに来たわけではあるまい。トゥーソンの人間に頼まれてきたのか。マーナ、森の木は我ら森人には命も同じ。切らせるわけにはいかぬ。それより勇者、貴様に頼みたいことがある。取り返しがつかぬことになる前にこの森の結界を復活させたい。森に結界を作るアイテムを貴様と突撃した折だろう。魔王城で落としたようだ。私は今ここを離れられない。私の代わりに風のオブを探してきてはもらえぬか。なんとかしよう。かたじけない。人間はみんな貴様のような奴ばかりなら結界など無用であろうにな。